はい、おはようございます。おっさーです。今日ね、ここ滋賀県の大津に何をしに来たかと言いますと、タイトルにも書きましたが、これからね、琵琶湖を自転車で一周してきようかなと思っています。で、僕ね、自転車歴、スポーツサイクル歴もうまもなく12年ぐらいになるんですけども、実はね、琵琶湖を一周ちゃんとぐるっと回ったことないんですよ。部分部分はあるんですけども、なのでちょっとね、今回は丸々ぐるっと一周してこようかなという企画になっています。琵琶湖はぐるっと一周回るとだいたい200キロぐらいあります。言わずもがなですが、日本一広い湖ですね。で、今回の、旅のルールなんですけども、まず1つ目、スタートとゴールはこの大津駅に設定しました。で、琵琶湖を、ね、反時計回りにぐるっと回るコースになります。で、道路はね、基本的に国道か県道レベルで、できるだけ湖畔に近い道っていう感じでやっていきたいと思います。まあ、それよりちっちゃい道になっちゃうとね、間違えて市道入っちゃったりするとまずいので、まあ、ルートはそんな感じでやっていこうかなと思ってます。ルールその2ですけども、2日間、今日明日で連続でやっていきます。走行時間はね、日没まで明るい時間限定でやっていきたいと思います。というのもね、やっぱり暗い時間走っても、あの、皆さんにね、映像をお届けすることできないですし、まあ、暗くなるとね、自転車ちょっと事故の可能性とか危ないの で、最後3つ目、今日明日ですけども、各1日ね、1回以上観光するというルールでやっていきたいと思います。まあ、いつものように観光はね、定義はグルメだったり名所だったり絶景だったり何でもいいんですが、それぞれ寄って1日1回以上観光していくというルールになります。はい、ちなみに今回の旅の相棒は、この折りたたみ自転車ブロンプトンに、しました。まあ、僕の、ね、自転車旅の動画を見てくれた方は、知っていると思いますが、折りたたみ自転車、ちっちゃい自転車なんですが、こいつね、走行性能かなり高いんですよ。はい、ということでね、時刻まもなく朝10時ですけども、早速出発していこうと思います。ではでは、2日間ですけど行ってまいります。はい、ということでね、琵琶湖一周スタートしましたが、今日はね、2024年5月の、ゴールデンウィーク明けすぐなんですけども、非常に寒い。なんだこれ、異常気象だぐらい寒いんですけどね、最高気温の予報を見たらね、滋賀県内15度ぐらいということで、どうだろう、2ヶ月ぐらい季節前じゃない？めちゃくちゃ寒いわ。なんか北海道の北部、稚内の方とか雪降ってるらしいですよ。そんぐらいちょっと今日はね、寒い。はい、スタートしてね、7、8キロかな、漕いで、東海道線の線路があるところまで来ました。地図でいうと、こんな感じですね。石山駅があって、線路があって、で、ここからね、ずっと先に南に行くと瀬田川になってるんですよね。琵琶湖とね、瀬田川の境って実はちゃんと決まってるんですよ。例えばさ、琵琶湖の境がこの辺とかになるとさ、もうずっとぐるっと行かないと琵琶湖を一周したことにならないじゃないですか。ただ琵琶湖はね、このよいしょ、 JR のこの線路のすぐ上あたりまでが琵琶湖ってちゃんと決まってるんですね。なんでちょうど僕が今立ってるこのあたりが、琵琶湖と瀬田川のね、境らしいんですよ。で、どっかに、ね、その教会の碑があるみたいなんですけども、周りをね、うろうろしてみたんですが、見つからないんですよね。この線路より南側で渡ればちゃんと琵琶湖を一周したっていう、定義にはなると思います。よし、じゃあ進んでいこう。はい、スタートして30キロぐらい走りましてね、今守山市にいるんですけども、これを忘れてましたね。これは危ない危ない、通り過ぎるところだった。サイクリスト聖地の日、まあ、自転車乗りの方にとっては有名なところですけども、これをね、見たかったんで来ました。で、あっちにはね、よくある琵琶湖のモニュメント、文字のモニュメントもありますよ。いや、サイクリストの日、よかった、通り過ぎなくて、ちゃんと案内看板が出てましたね。出なかったら完全に忘れてました。よかったよかった、マジで。何、銅像というか、そのサイクリストの人がポーズしてるあれですけども、あんなポーズ絶対できない。足がつるかと思った。湖面見たらむちゃくちゃやっぱ波強いですね。ってことは今日相当風吹いてる。なんか今日進みが悪いなと思ったらね、風強いんだわ、めちゃくちゃ。こっち左のない前から吹いてますね。ずっと向かい風だ今日は。なのでちょっと今日はしんどいかもね、コンディション的に。よいしょ、なんか橋みたいなの落ちてたぞ。大手門。はい、ということで彦根城到着。時刻3時40分予定よりだいぶ遅いな。それで彦根城なんですけども、日本の中にある、お城の
中で国宝のお城って5個あるんですよ。これ、ね、松本城、犬山城、姫路城、松江城、そしてこの彦根城ですね。で僕ねこの彦根城だけ来たことなかったんですよ。他のところはね行ったことあります。あとついでにひこにゃんがいればいいかなっていう感じですね。ですね本日のひこにゃん10分前に終わってしまってる。残念だ。ちょっとひこにゃんには会えなそうですね。はい、今ね彦根城の天守は工事してるんですね。僕ねこうもちろん綺麗な状態のピカピカの状態の城もいいんですけど、こうやって工事してるところ好きなんですよね。姫路城のねあの10年ぐらい前かな工事も見に行ったし、広島の厳島神社の大鳥居あれもねあえて工事の時見に行きましたね。こういう風景ってもう逆に珍しいじゃないですか。何十年に1回とかそういうレベルだと思うから結構ねこういうの見に来ると面白いですよ。はい、ということで彦根城を行ってきましたね。まあ、今ここの正面の表門にいて階段グイーって上がって本丸、この方は端っこの方行かなかったですからね、本丸行ってきました。結構ね階段登りますね。思ったより高台にありました。眺めが良かったな。はい、今はですね JR の米原駅の付近を過ぎましたので、ずっと大津からね進んできた琵琶湖線、東海道線の付近を抜けて、ここからはね北陸本線の近くをずっと北上する感じですね。いやーこれ見えるかな、すごいよ。もうこれは琵琶湖なのか日本海なのかすごい風だ。もうね波がぶつかってくるぐらいこれはダメだ。ちょっと道の駅が近くにあるから道の駅で一回考えるかな。はい、時刻が18時6時を回りましたね。なんかねもう考えるのめんどくさくなってきて、ルールに決めた通り日没まで行けるところまで行きます。めちゃくちゃきついけど、ただ単純に足を回せば前に進める、シンプルだ。旅チャリだをね甘く見てはいけませんきつくなってからが本番だ、はあ、気づけば走行距離がもう93キロ。だいぶ走ったぞ。よし、多分あと40分ぐらいは走れると思うんだよね。なので今日だ100キロぐらいまで行けんじゃないかな。とにかく今日は行けるところまで行きます。はい、日没の時刻になりましたので、なんか目印があるところで終了にします。 あれがいいな、なんか分かれる道があるわ、看板と。ということで初日は、ここで終了にします。252号線とこれ何線かな、ちょっとは書いてないですけども、ピンを打ちましたので、スクショ撮っとこうね。ログも終わりにしよう。ログが 104.1 キロ。ああ頑張った、結局こんな数なのか。完了にします。よし、保存と。はい、OK ですね。ホテルに入りました。チェックインしました。敦賀まで来ちゃいましたよ電車乗っていや全然ね宿がなくって、米原とか長浜とかお昼で見た時はちょこっとあったんですけどね、全部埋まっちゃってて、残ってるのはもう高価な1泊2万円ぐらいするような高価な宿しかなくって、敦賀でチェックインしました。もう21時だ。あーきつかったね今日は。いやもうとにかくね寒さと風、北風苦しめられたね。本当に大変だった今日は。とりあえず目標のまあほんのちょっと足んなかった、本当はね昨日も撮ってるとこまで行くと大体半分ぐらいかな、5キロぐらい手前だったんですけど、まあまあでもほぼ目標通りまで行けたんで、で明日はまたね初日終えたところまで
戻ってそこから同じところからスタートっていう感じです。明日は予報を見る限り明日は普通の5月の天気っぽいですね。ツーリング人生でもなかなかトップ10ぐらい入るがきつかったな今日は。はい、ということで、とりあえず初日はこれで終わりにします。頑張ってゴールしたいと思います。ではまた2日目にお会いしましょう。大沢でした。失礼します。